3試合連続無失点で終われてるっていうのは、まあ、チームとしても一つ大きな進歩だとは思いますけど、まあ、逆に言うと、まあ、攻撃面ではなかなか、まあ、うまい形を作っていても、それが得点として現れてないので、まあ、そういった中でも守備陣が安定して、まあ、声かけ合いながら失点を防ぐことができれば負けることはないので、まあ、守備陣を引き続き集中してやっていきたいと思います。そうですね、まあ、そこは自分のストロングだと思っているので、まあ、もちろんディフェンスなんで、まあ、失点しないことが一番ですけど、まあ、このチームのコンセプトの中で、まあ、自分のそういうところをより多く出していくようには心がけてます。かなり主力選手もいない中で、まあ、こういう時こそチームが一つとなって全員で戦わなければいけないと思っているので、まあ、もちろん離脱者が早く復帰するのもそうですけど、まあ、今のメンバーでも十分戦えるんだぞっていうところを見せていければいいかなと思います。この前の試合、熱い応援ありがとうございました。金沢戦も、しっかり勝ちたいと思うので引き続き応援よろしくお願いします。ホームで、まあ、初ゴールを決めれたっていうのはすごく嬉しかったですし、まあ、これまで携わってくださった方々からすごくいろんなメッセージだったりとかもらったのもすごく嬉しかったですし、それでこれからも頑張ろうって思えたのはすごい、まあ、大切なことだなとは思いました。まあ、そうですね、本当にいろんな方から連絡来ましたし、まあ、これをステップアップにこれからどんどんレベルアップしていけたらいいなとは思います。そうですね、水戸戦は本当になかなか試合に入れなかったんですけど、京都戦では、まあ、ボールに触る回数っていうのは少なかったんですけど、まあ、いいポジショニングだったりとかは取れたと思うんで、そこはまあ、いい収穫だったかなと思いますけど、そうですね、まあ、守備のところではスライドだったりとか、まあ、しっかりやって、あとはプレッシングかけてきた相手にどう対応するかだとか、あとは逆に、まあ、相手がもし引いてきた時とか そのずっと課題である引いた相手をどう崩すかっていうところに関しても今週はしっかりフォーカスしてできたかなと思います。まあ、しっかりサイドサイドだったりとか、あとはしっかり足元だけにならず裏抜けるだとか、まあ、そういう動きがすごく大事になってくるかなとは思います。チーム3連勝してて、まあ、4連勝できるようにっていうのが本当に一番なので、そこに貢献できたらいいかなとは思います。チームも今3連勝中で、波に乗っているので、金沢戦遠いですが、ぜひスタジアムに足を運んで僕たちの力になってほしいです。そして、一緒に4連勝して金沢で盛り上がりたいと思います。ぜひスタジアムに足を運んでください。お願いします。